看板を見ながらちょっと気持ち的にまずいよなっていう気持ちがありまして改めてあの申し訳ないなっていう反省の気持ちであります今日午後、報道陣を前に謝罪の言葉を述べたのは愛知県西尾市にあるうなぎ店、炭火職人うなみの社長警察によりますと去年5月と10月店の看板やメニュー表などに三河さんと表示しながら 中国産とみられる外国産のウナギを客に提供した疑いで、今日店の運営会社ともに書類送検されました。ウナミは週末の昼時には行列ができる人気店で、西尾市のふるさと納税の返礼品にも三河一式産のウナギのかば焼きを出品。しかし去年5月、返礼品で中国産ウナギを送っているのではないかと噂になっていると、 情報提供があり警察が商品を鑑定したところ中国産の可能性が高い外国産であることが判明昨年度の店の売上は2億円に上りますが店で提供された9割が中国産だったとみられています産地偽装に手を染めてしまった理由について社長は ふるさと納税のほうは表示義務がありましてそちらのほうにどうしても優先するっていう形になりましてで店のほうがその外国産を割合が増えてきちゃったかなっていう感じに三河産っていうのが冬場の時期にあのうなぎが硬くなったりあの供給量が減ってしまうんです社長によると最終的には店で提供したうなぎの半分以上が中国や台湾産だったということです